ページサロンマジック入門講座もいよいよテクニックを使ったマジックに入ってまいります。テクニックを使ったマジックというと技法というのが出てきます。技法というのはお客様に知られないようにマジシャンが密かに行う秘密動作のことですね。この技法が使えるようになるとマジックは格段に不思議になります。そして道具の仕掛けと技法を組み合わせるとさらにマジックはいろんなことが可能になってきます。では皆さん、技法のこと始めとしてパームというのを使ったマジックをこの DVD では勉強していきましょう。また次回。さようなら。